皆さん、こんにちは。ひろみちお兄さんこと、タレント佐藤ひろみちさんが2024年10月4日、テレビ朝日系、羽鳥慎一モーニングショーに生出演したことが話題となっています。6月に発症した脊髄梗塞のリハビリについて、番組内で言及しました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。この日は脊髄梗塞についての説明がありました。佐藤博道さんは2024年6月2日に緊急入院します。発症当日は急激に症状が出たといいます。朝起きた時点で左足がしびれていたんですけど、下半身が全く動かなくなるまで4時間くらいと明かしました。発症日は鳥取での研修会に参加するため飛行機に搭乗。羽田空港までは運転していったと明かし、車の中で両足麻痺じゃなくてよかったと。空港に行く途中で麻痺だったら危なかったので、と語っています。脊髄梗塞は血栓などで脊髄の血管が詰まり、脊髄の機能が失われる病気なのですが、佐藤博道さんは、血管も脳も異常なしだった、と言います。入院当初はへそから下の感覚がなかったそうですが、翌日からリハビリで、理学療法士さんが抱えるようにして足を一歩ずつ出す練習をした、と話しています。現在の体の状態は6割程度まで回復。気持ちが入ってからは自分自身で歩きたいということがあったので、鳥取から東京に転院してから歩行器をもらって歩く練習をずっとしていた、と言います。6月13日に病名を公表し、芸能活動休止を発表しましたが、その後、8月20日に退院を報告していました。前向きにリハビリを続けられた理由を、家族誰一人泣くことなく、ポジティブな言葉をかけてくれて、周りのプラスの言葉が励みになりました、と感謝を述べていました。入院中には他の経験者の闘病記を読んでいたとも明かし、SNS でメッセージをいただいて、成功例を直接いただけて、僕も成功例に近づけるのかなと思えた、と話しています。佐藤博道さんは成功例を教えていただいたので、今度は僕が成功例を作っていけたら、リハビリを頑張っている方も、ひろみちお兄さんみたいに頑張れば体動かせると希望が持てる成功例にできたらいいなと思いますとコメントしました。ハイカラビデオ。この日は番組内で脊髄梗塞についての説明もありました。血栓などで脊髄の血管が詰まり、脊髄の機能が失われる病気なのだそうですが、治療法は確立されていないといいます。発症人数は年間およそ2000から3000人で、原因は不明だと言います。高血圧や心疾患などの持病のある人、生活習慣が悪い人、背骨に負担がかかる趣味や仕事のある人が要注意だというのです。佐藤博道さんは、病気が一切ないですし、タバコも吸わない、お酒も弱いと説明しました。その上で、唯一、小さい頃からスポーツをやってきたので、怪我歴は多いです。鎖骨の剥離骨折、腓骨が折れたり、膝の半月板を割ってしまったこともあります、としました。コメンテーターの玉川徹氏は佐藤博道さんが発症した原因について質問しました。佐藤博道さんは、本当に原因不明です。血管の中も一応全部調べてもらっているんですけど、血栓が出た可能性もないと明かすと、羽鳥慎一アナらは、血栓がないのになぜ高速に?と絶句。佐藤博道さんも、そこを今調べてもらっているんです、と話しました。また、脊髄梗塞は脳梗塞や心筋梗塞などと違い、生命保険の対象になっていない、と指摘します。病気になってもお金が下りないので、そういうのも今後、脊髄梗塞になった方の負担が大きくなるので、国を動かせていけたら良いなと思っています、と語りました。続けて、症例が少ない分だけ、難病指定にしていただけたら生命保険が下りると思うんですけど、難病指定にもなっていないので、今までなった方も大変だったと思う、と言及しています。NHK のお母さんと一緒で、10代目体操のお兄さんとして活躍したタレントの佐藤博道さん。先んじて9月21日、自身のインスタグラムを更新しています。その中ではリハビリに励む様子を公開していました。佐藤博道さんは、今日はリハビリトレーニング。と書き出し、リハビリに励む様子をアップしました。佐藤博道さんは、6月13日に、
突然下半身麻痺で歩けなくなり緊急入院したことを明かしていましたが、現状について腰回りは触られても全く感覚がなく、両足は股関節からつま先までしびれがあり、肌感覚は6割くらい戻ってきましたが、痛みと温度がわからないので、お風呂は必ず手で水温を確認してから入りますと説明しています。さらに、排泄障害も少しあるので、トイレ休憩は欠かせませんと説明しました。続けて、脊髄梗塞は完治しない病気なので、これから一生リハビリトレーニングになりますが、絶対に負けませんと力を込め、リハビリをされている皆さん、一緒に頑張りましょう。リハビリをすれば必ず体のどこかが動いてくれます。体が応えてくれます。少しでも回復できるように、お互いに頑張りましょうと呼びかけていました。この投稿にフォロワーからは、ひろみちお兄さんのリハビリの頑張りに元気をもらっています。一緒に頑張っている気持ちです。一緒に頑張りましょう。困難に立ち向かう姿に元気をもらえます、などのコメントが寄せられました。ハイカラビデオ。9月27日に生放送された中京テレビの情報番組、グッドの最終回に生出演したことも報告しています。佐藤博道さんは同番組で8年間レギュラー MC を務めていました。佐藤博道さんはスタジオでの写真を公開し、8年間レギュラーを務めていた中京テレビ、グッドが幕を閉じましたと報告しています。全408回の生放送を終え、今はポカンと穴が開いた感じですと心境を綴りました。続けて、番組復帰までの道のりを回想しています。同番組の9月終了が決まった頃、私が入院をしてしまったので、誰も私には伝えてくれませんでした、と番組側の配慮を明かしました。番組終了を知ったのは、リハビリ専門の病院に転院してから、9月いっぱいで番組終了と聞いたのが7月の下旬だったと思います、としています。その時点では、12月まで入院予定だったと言いますが、生活の一部でもあった、グッド、生放送に復帰するには、人一倍のリハビリをするしかないと思い、空き時間も必死にリハビリを続けました、と番組復帰を目標に懸命にリハビリに励み、最終回の前週20日の生放送から復帰していました。病院から退院許可が出て、グッド、最終回に間に合いました、としています。佐藤博道さんは、そのくらい大切な番組でした、とし、共演者、スタッフ、視聴者の皆様が一緒に作り上げる楽しい雰囲気の番組は、他にはなかなかないと思います、と8年間に思いを巡らせていました。出演者、スタッフ、視聴者に感謝の言葉を綴り、最後は、また、グッドファミリーと一緒にお仕事ができる日を夢見て、それまで元気に過ごしましょう8年間、本当にありがとうございました。みんな、大好きだよ、と締めくくっています。入院しリハビリに励んだ結果、8月20日に奇跡的に歩くことができるようになり、無事に退院することができましたと同ブログなどを通じて報告していますが、現在も通院や自宅でのリハビリを続けているとのことです。いかがだったでしょうか。今回は佐藤博道さんの病状と現状について見てきました。至って健康の成人男性が理由が不明の病気で下半身が麻痺してしまう。働き盛りの成人男性にとっては、この上ない挫折を味わったことでしょう。しかし、屈することなくリハビリに励んでいる状態だと言います。かつては、体操のお兄さんとして活躍していたことから、まさか体に関することで苦しむことになるとは思っていなかったことと思います。今後も佐藤博道さんのペースでリハビリを順調にこなし、少しでもご自身が満足のいく結果になることを切に願うばかりです。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。